あー、やばい。あ、チャプター1とチャプター2、俺面白なんていうのな、ジャンルが違うよね。俺チャプター2から本格的に競技やってるから、競技の楽しさとチャプター1の普通のなんていうの、エンジョイの楽しさと別ジャンルなんよね、楽しみ方が、チャプターによって。だからそれがなあるから深くは言えんのよね。チャプター3があと半年ぐらいで来るのやばいよね。それな、早いよね。一瞬でシーズン変わったからな。あれ欲しいな。よし、これは強い。使われてないアイテムもね、アップダウングレードだけじゃなくてアップグレードしてほしい。あ、アサルトの弾な、俺あ、やばい、危な。外すぎよ俺。おお、いて。ああ、新手が来てしまった。厳しい戦いや。弾を増やさんとな。一旦こもるか。なんかいる。足音だけで OK やから楽すぎるな。もう一人来たな、これ。おお、抜かれてる。えぐい音した。アンチ街か、ここ。資材なさそう、あの人。これでバレたらすごいわ。あの人天才すぎる。惜しい。よし、強すぎる。この組み合わせ最強すぎる。これ完全にチーターしてんだもんな。あ、結構あるじゃん、資材。170。やーべえ、壊れすぎた。今シーズンのぶっ壊れこれと思うな俺。まあレールガンも強いし、UFO も鬼強いんだけど、これリーコンに関してはもう本当に誰でも持っときゃなんとかなる。レールガンって意外と難しさあると思うんやけどね。リーコンは本当に誰でも簡単に使えるし、持っといて損はないみたいな、そんな感じする。ピッコエール化け物間違いない。ピッコホエールほんまにうまいよな。最近キルシュー出してたね、今日かな。あ、やばい。あ、
危ない。よし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 。おお、お前が危ない。あの人最後っぺ出していたな。あー、 UFO やばすぎ。 UFO やばすぎ、ほんま間違いない。あー、早めに対処しておかんとな。円が小さくなればなるほど、元気玉打ちやすすぎるからな。早めの対処大事よな。なんか肉入ってる。何あの人、お肉屋さんやってる。よし、ああようやく手に入った。これ UFO 天空強い説、それは思ったよね。 UFO って垂直に上がれるからさ、 UFO で浮上しながら天空作ればワンチャン天空簡単に作れるんじゃないかなって思ったよ。それは確かに思った。諦めたんかなこの人。なんで死んでるんやろね。いる、これさっきの UFO の人死んだんかな。さっきの UFO の人やな多分これ。いやアンチ厳しい、すげえ厳しい。俺の道を作ってくれてる人いる。対面めっちゃ強い人はキーマウトパッドにもいる。いや第6巻良すぎる。それはあー、上がれなくなっちゃった。この人来るかな、来るタイプ。あー、アイムデッド案件。よし、あーよかったよかった、ギリギリ。どここれ、アンチエグ。アンチがエグすぎる。大会であったらこんなんもう泣いてたな。今シーズンの真ん中過去一弱いかもしれんね。まあ、釣りスポがいっぱいあるから面白いとは思うけどね。真ん中折り、近い。あー危なっ、危ねー、やーばいやついる。あれけど入ってないもんな。どうするんだ多分。おめが、え、どこ飛んでるわ。3人。あと2人がわからんな。そこに3人ね。あ、どんぐりコロコロ。いや、エイム悪い俺。おお、それ持ってんのか。あ、痛い。あ、死んだ。え、どういうこと。何かが死んだ。あー、体力なくなっちゃった。3人ここだけやん。
枚か。あと2枚、あと2枚しかない俺。頑張れ俺、耐えるんだ俺。あ、結構シーであるな。オッケー、あーよかったー超ギリやった、 GG。 よかった、今日2回目勝てたわ。よかったら、まだの方やったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。